どうも、ラウチンです。さあ、今日は新キャラが出てきました。鬼滅の刃やっていきます。今日は赤座を使うね。育て若てもらお干う。触ってみたけども、ちょっと難それはしいキまャラクターだよ。行きましょう。まずは炭治おい郎。しい。これね、どうやって攻めていけばいいのか、ちょっとね、わかりづらかったんだよね。まあ、遠距離系はね、結構強い。遠距離の技は。だからこれで結構攻めていくのかな。この突撃技はなかなかやる感じかな。ああ待って待て待て待て、うーよっしゃよっしゃ。突撃技はね、これはなかなかね、当てやすいんだよね。解放で、遠距離系が強いと。難しいんだよな、使うのが。お前のことは忘れずにおいてやろう。次、禰豆子。こっちは、あ、これ叩きつけか。なるほどね。じゃ、叩きつけだったか。これ遠距離でちまちまやっていく感じなの？いや、違うよね。もっとなんか攻め方あるよね。よっしゃ。危ない。もろくなった。危ねえ。よっしゃ。難しいね。いけ、オッケー。義勇さん行きましょう。でもやっぱ基本的にはこの遠距離攻撃がメインなのかな。まあ、確かにこの途中でね、突っ込んでくるキャラクターとかを潰すのにはちょうどいいかな。そういうのにはちょうどいい技ではあるけども、どうなんだこれ。どうなんだろう。あ、いい。よっしゃ。一発入れば、まあそこそこダメージがなくし。オッケー。必殺技がね、これ入れれないんだよね、なかなか。その後入れようと思ったのに。しのぶさん、行くぞ。この後何も入れてないか。難しいね。そこまでリーチも長くないしね。いいよ。コンピューターはまあこれぐらいの強さか。コンピューター戦はやっぱそんなもんだわな。破壊策もね、なんか、ちょっと使い方がいまいち分かってないよね。普通に入ったか。難しいな、本当に。やるな。お前とはもっと戦いたかった。では最後、煉獄さん行きましょう。思いっきり入れられたぞ。投げもちょっと通じないか。ちょっと待て。行くぞ。よっしゃ。立ち上がりちょっと入れてみる。立ち上がりは無理か。おお、さすがに煉獄さんは攻撃力がある。じゃあ、OK。HP 回復するって言ってもそんなに回復はしないんだな。よし。そこまで回復はしないか。なるほどね。よし。OK、いいカウンター。でも赤座難しいな。
やるな。お前とはもっと戦いたかった。